マグマ社長、はい、あの彼氏が臨時収入入ったんですけど、彼氏が臨時収入入った、はい、え、社内で付き合ってた、もしかしてあいつではない？あー違いますね。あ違うよ、はい、よかった、びっくりした。まあ別に社内では別にうちは構わないんですけど。そう、臨時収入が入って、うん、もうすぐ秋冬じゃないですか、はい、秋冬に持っといた方がいいアイテム教えてください。あ、秋冬に持っといた方がいい。絶対持っといた方がいいアイテムね。はい。そやね。こちらのトレンチコートっていうのはもう絶対持っといた方がいいね。あ、トレンチコート。トレンチコート。うん。あの、かっこいい。微妙な時期にめちゃくちゃ使えるんで、はい、長いこと使えるっていう。はい。まあ、秋と春も使えるんで。かっこいいですね。はい。これはめっちゃおすすめです。軽くていいんで。へえ。トレンチコートは本当にすごい隙間にこう使えるんで。はい。なんか寒くなってきたけどダウン着るまではないなみたいなとか、はい、冬物のコートガチガチに着ちゃうとちょっとやばいなみたいな時期にちょうどいいんで、とかあとあの春はこう3月ぐらいになるともうダウン着たらちょっとダメなんです、はい、業界的にも。あ、そうなんですね、うん、だけど寒い、はい、そういう時にちょうどいい。なるほど。トレンチコート持っとくと本当にこう、はい、おしゃれの幅広がるんで。あ、かっこいいですね。こちらをじゃあおすすめしてあげてください、彼氏。おすすめしときます、はい、ありがとうございます。どうも。